倉島厚氏は、かつてテレビで、気象キャスターとして活躍した気象エッセイスト、気象学者、理学博士、長野県長野市生まれ、家業は出版社。中央気象台附属気象技術館養成所、研究科卒業後、1949年気象庁へ入庁。気象庁主任予報官、札幌館気象台予報課長、鹿児島地方気象台長を歴任。 1984年気象庁を定年退職。業務で付き合いがあった NHK に招聘され外部、解説委員となり、ニュースセンター9時、日本列島ただいま6時、NHK モーニングワイドサンデーで、気象情報、気象キャスターを担当。一方で、リポーターとして、NHK ニュースおはよう、日本のコーナー、倉島厚市の季節の旅人を担当。 素朴な語り口で一躍人気お天気キャスターとなった。妻の死をきっかけに鬱病を発症し自殺することを考えたが、お手伝いさんの助けで入院治療し回復。高齢となったこともありごテレビからは遠ざかる。2002年、自らの鬱病体験を綴った、山まない雨はない妻の死、鬱病、それから、を執筆し出版。その後、講演会活動のほか 気象に関するエッセイの執筆を行っていた。山まない雨はない妻の死、うつ病、それから、は、テレビ朝日によりドラマ化され、内田朝日、渡瀬恒彦主演で2010年3月6日に放送された。なお、気象予報士が制度化されたのは倉島が気象庁を定年退職してからかなり経った後のことであり、また、倉島自身は管理として、 気象業務に携わってきたため、その資格により、フリーの気象キャスターとして活動しており、予報業務には携わっていない。このため、倉島は気象予報士ではなく、公式サイトでも自らの身分を気象キャスター、理学博士としていた。1968年に、博士論文、動的概念に基づく東アジアの冬と夏の季節風に関する研究で、 東京教育大学より理学博士の学位を取得している。2015年に腎物眼が見つかり、2017年8月3日に埼玉県川口市内の病院で逝去。93歳坊津。ありがとうございます。